聞いてもいいですか。何かね。あなたが命を懸けてまでしたことは無駄に終わりそうだ。情報は操作され、人間とグールは元のまま争いを続ける。全く無駄だったとは思わんがね。命を懸けただけの見返りはありましたか。知らんよそんなもの。自分がそうしたいと思ったからそうしたまでだ。必要かね、命を落とすのに理由が。そういうものに出会ったことないわけではあるまい。君がこれからしようとしていることを手を貸そうか。え、僕がこれから何をするかなんてあなたにわかるんですか。ああ。その代わり私の願いを聞いてもらうけどね。赤眼の王を殺してくれ。よし、行きましょう。くっ、まずい。
まずい。壊す必要があるみたいですよ。慎重に進もう。この先に通すんじゃないぞ。行きましょう。
ん？探さないと。よし。
行きましょう。遅くなってごめん。ここから出よう。どうしてあなた捜査官でしょ。また同じこと繰り返すの。これが僕の最後の仕事だ。ひなみちゃんを助けて有馬さんに殺される。なんでやねん、なんでや、なんでや、おう、なんでや。面倒ですが立場上戦いますね。
フクロウの確保から作った雰囲気、使うのはお前が初めて。行くぞ、金木家。手を合わせるのは初めてだ。真面目にやれ。どうする？また死ぬか。限界を引き上げる。少しはやる気になった。
真面目にやれ。僕の勝ちだ。敗北。お前に払った時間は無駄だった。トウカちゃんたち、ちゃんと逃げられたかな。もういっか。おい、もういっかじゃねえよ。ヒデ、僕、君がいないと寂しいよ。ウサギか、お前は。お前は生きる理由が見つからねえだけだろ。んなもんすぐ見つかるって。ほら、行けよ。せっかく拾った命、無駄にすんな。誰かのためにかっこよく死ぬだけ。俺はさ、あの時お前と行きたいと思ったんだぜ。聞こえるまで言ってやる。かっこ悪くても生きろ。終わりです。勝負はもうついている。こんなこと虚しいだけだ。敗北か。最後にもう一度聞く、本当にとどめを刺すつもりはないんだな。気持ちは変わりません。わかった。聞け、金聞け。赤眼の王を殺してくれ。お前が俺を殺したことにしてくれ。有馬さんが赤眼の王。頼む。お前にしか。わかりました。僕があなたを殺した。ありがとう。ずっと嫌だった。奪うばかりの自分が。We'll be right back.